『ワンガン TV』始まるよ<う>はい、えー、8時になりましたのでちょっと上げてもうダメなら、あのー、やめます。 寒い、やばいわ。寒くてね、もう中に入ります。うーマジで寒い。ましょう。バリアルですね。はい、いつものバリアル。ね、これ飲みましょう。はい。じゃあ皆さんね、とりあえず乾杯。あうまい。 はい、えー、そしてね、今日はね、おつまみね、えー、っと、もうね、これですよ、これ。新物の、ボイルホタルイカ、解凍。まあ、新物って書いてあるんですが、これがね、安いんですよ。199円。ね。これ買ってきました、途中でね。それと、えー、あと、枯らし酢味噌ですよね。枯らし酢味噌の方が多分、と、ボイル、 い,いかねまあ、一緒ぐらいの値段かな。うん。まあ、これはね、後々また使っていこうと思いますが。はい。もうこれがね、もう超美味しそうですよ。早く食べたいですね。えー、はい。それではね、本日の焼き物。じゃじゃーん。ベーコンブロックですよねブ。ブロックベーコンって書いてありますね。ベーコンブロックじゃなくてね。はい。こちらをね、 食べようと思ってたんですよ。だけど、今日ね、えー、釣れたから、ね、この、キス2匹をね、塩焼きにしていこうと思ってるんですよ。えー、で、さっきね、あの、う取ったりね、内臓取ったり、えー、海水でね、えー、きちんと処理したんで、あのー、まあ、なんていうんですか、まあ、焼けばね、大丈夫かと思います。ね。 キスの塩焼きなんかね、どれぐらい食べてないんだろう。はい。ね楽しみです。ねでは作っていきます。ブリブリブリ。あっ。 はい。これね、焼いていきますよ。おーれ。乗っからない。ね。すごい。おー、これやばいな。いいか。え、乗っからないじゃん。これ。まあ、いっか。しょうがないですよね。乗っからないものは。で、こいつもね。こいつは乗っかる。うん。でかいな。 で、もう一回つけよう、はい、どうしようこれ乗っからないよ蒸し焼きにするか蒸し焼きによしたら少しこう塩でもしてね頭落とせばよかったんだねこれねうん塩でもしてで あとはアルミホイルねアルミホイルえー、これでね蒸し焼きにしていきますよこんなに大きいとは思わなかったうんまあこれでいいでしょうねおいい,おいい匂いしてきたなんだろうすっごい、ね、いい匂いしてきましたよ で、火をちょっと弱火にしよっか、ね、はい、はい、じゃあね僕の方こっち開けるまでねホタルイカの方ねいただきます、ね、新物ですよありがとうございますいただきますおうまいうん うまいね。はい。ちょっとね、煙たすぎてね、えー、僕の、まあ、車の右サイドのね、えー、開けましたよ、こう、車の中がね、これ多分、なんていうの、魚焼き居酒,屋居酒屋かどっかのね、あの、 焼き台の匂いになっちゃうんで、はい、開けました、まあ、ちょっと寒いんだけどねあの電気毛布とかね使ってますんで、はい、まあ耐えれないことはないと思います、ね、あったかい電気毛布やばいうんおおまあ刺身でね食べれるぐらいだから大丈夫だとは思うんですけど それぐらいねまあ、新鮮なねあの魚なんでねもうでもやっぱり焼きたいよね焼,き焼くもんはねやっぱりしっかり焼いたほうがうまいはずだもんねうんまあいいっしょこうねもうちょっとひっくり返してでえー、っとこっちにも塩ふっとくか、ね、こんな感じ で、また蓋しとくと絶対うまいと思うんだけどね、これねはい、えー、本日のね、えー、おつまみの完成です。釣りたてキスの塩焼きです。ありがとうございます。はい、それではね、えー、いただきたいと思います、まあ。大きいのから少し生かしていただこうかな。 はいまあ、鉄板ね熱いんで気をつけてね食べたいと思いますおおうまそうねうんあ美味だねうんこれはね塩の方がいいね醤油もいいかなと思ってねちょっとこうあのー、塩を薄めにしといたんだけど、あのー、塩,塩の方がねうまいです はい、でね、き、あのーまあ、今日なんですがね、えーまあ、仕事が忙しくなる前のね、あのーまあ、なんていうのかな、えー、釣りということでね、あのー、来ましたけどで、結局ね、どうなんだろう、僕の家からだと、えー、ここまで、ね、110キロ、うんでね、もちろん下道ですよ。 で10時半ぐらいに出たのかな、家を。そんでね、着いたのが4時半だから、まあだいたい5時間ぐらいかな、まあ途中でね、あのー、まあ、ラーメンも食べたんですが、あの、なんだったっけ、あそこ、ラーメンショップでね、僕、食べずにずっと来ようと思ってたんですが、あの、ラーメンショップ見たらね、我慢できなかった。でね、そのあのラーメンショップはねお、おばっちゃんが1人でやっててね、 あのー、忙しそうでしたよ。まあ普段2人でやってるかもしれないんだけど僕が行った時はねおばちゃん1人でね、はい、すごくね、えー、美味しくいただきましたよね。でねなんでね僕あのー、食べないようにし,しようかなと思ったんだけどあのー、はね夜食べれなくなっちゃうのよ。うん、でね最近ね酒もねすごく弱くてまあ あの人と飲んだときは、まあ、そこそこ飲むんだけどもう家での飲むときは、ね、大体どうだろうバーリアル1本とかあのちょっと日本酒バーリアル飲んで日本酒とか、ね、すごい、ね、あの飲めなくなっちゃって、ねはい、だからねあのちょっとでもね社長博のときに飲めるように、ねあ,のまあ、あれですよね。 あの昼飯食べないとこうと思ったんだけどスープまでいっちゃいましたよねしょうがないですいただきますめっちゃうまいなこれなんだろう、うん、すっごいうまいですけどねうんでねあの僕の動画にたびたび登場していただいてるうまい あの江沢さんね、江澤さん、江澤義明さんとああ、LINE の方でやり取りしてて、どっか釣れるとこないかなとか、いろいろあったあのずっと結構やり取りはしてるんですよ、しょっちゅう。ただね、寒いからね、まず。例えば早朝 まあ江澤さんがね、この前、外房の方でアジを釣ったよって言ってね、情報の方をいただいたんですが、何時からやりましたって言ったらね、確かね、夜中の3時からえ朝の8時まで、もう結構僕としてはね、自殺行為かなと思うぐらいね、マックス寒いじゃないですか、例えば1月とかね。 うん、でね、まああのーまあ、僕の方もね、江、ま、澤、あ、さんもそうなんでしょうけどその、体調が悪くなったらね、釣りもできないんでね、はい、それで、まあ、僕も、まあ、忙しかったのもあるんですけどね、はい、だからね、あんまり行かなかったっていうね、はいまあ、寒いね。し あまりの寒さにねこう風邪ひいて仕事できなくなるっていうのがね一番怖いので、ねはい、もちろんねあのやるときはあったかい格好してもう限界が来たらね例えば、まあ、車で、ね、ちょっとエンジンかけて温まるとかね、まあ、そういうことはすると思うんですが、うん、でね今、外房とかで釣れてるのがかまスじゃないですか。ね カマスっていうと、まああの投げ、ジグサビキとか投げサビキね、やればいいんだけど、うん、基本的に釣れてる人って、ワームでやってるでしょ。で、僕もね、江澤さんも、ワームやんないんですよ、<laughs> ルアーをね、はい。それでね、まあ、その、カマスは釣れてますけど、まあ、僕も江澤さんもね、ワームやん,やんないですからね。えー それで、まあ、ちょっとの間、まあ、ど,うどうなのっていう感じですよね。うん、またね、多分僕、去年の動画見たら、えっと、3月の末ぐらい、で、外房の方でね、シャクメジナとかあの上げてたんで、まあそ、それぐらいの時期にね、またあの開始しようかと思ってます。はい でね、あのー、この先ねな、あのーな、何日かっていうか、はいえー、ちょっと先なんだけど、あのー、大阪の方に出張行くんですよ、僕。でね、あとそのほかにね、愛知県の豊川、はいえー、そっちの方にもねあの出張行くんで、えー、2月はね、あのー、だからほとんど、まあ、釣りできないんですよね。 でももう寒い時期はあの逆に仕事やった方がいいのかなとかね、えー、思っておりますね。僕もねあの力を蓄えてないとねこう例えば暖かくなって多分ゴールデンウィーク過ぎからねまたちょっと暇になると思うんでそれまではねちょっとしっかり仕事をしてねえー、溜めといてでね暇時期になったらねもう別に毎日でもね あのまあ、毎日とはいかないと思うんだけど、えーまあい、いけると思うんですよ、はい、だから、その時のためにね、はい、体調、あの仕事しっかりしてね、体調整えようかなとは思ってます。これね、僕、堤防だったら絶対無理だと思う、うん、堤防でこれあの、車が前付けできないところであの、連れてっても、多分無理だと思う。 で今度今回、なんで、あのーまあ、なんていうんですか、あの館山の方に来たかっていうと、あのー、割引券、ねあのー、僕の、えー、見ていただいてると思うんですが、えっとまあ、栃木の方ね行ったり、あの熱海の方ね。 行行ったり旅行一人ででねしてるんですがそれのねえ伊藤園ホテルズの割引券がねえっとあってですねでえっと僕はあるのは熱海方面のね湯河原熱海あっち方面ねあっち方面の方が1枚ありましてであとはあの栃木の方とかあっちの方面とまあ房総半島にはね伊藤 エンズホテルっていうのはグループっていうのはねあの南国ホテルの1軒なんですよ、ね、そうすると割引券使うと1000円オフになるんですよだから今回も多分、えー、それ使えば8000円ぐらいでね、はい、あの食べ放題、えー、飲み放題ね朝食付きみたいなねバイキング、ね、それがあの利用できるんでねまあ行ける時に行っとこうと。 で仕事やるときはやろうっていうね、まあ、そんな感じなんですよね、はい、ちょっとね、いた飲みますね、のど渇いてきましたんで、うん。でね、今日あの、まあ、釣り場について紹介させていただいた、このマットね、マットね、あのダイソーの500円でね、売ってたんですけど、折りたたみの、これがね、めっちゃあったかいの。うん でね、うちの,あのチャンネルの、ね、モデレーターやってる金子洋子さんにはあの、キャンプ用のね、えー、っとテントの中に敷くあのギ,ンギ,ンの、ね、ギンギンのスポンジは、敷くやつはね、いただいてるんですよ。だからそれはね、まあ、例えば秋のキャンプとかね、ちょっと寒くなったときにあの使用しようかなって思ってます。ね、車ののの中だだととこのロールしてああるやつななかなかねあの 開けないんですよ例えば開いてもこうくるくるって丸まっちゃったりねでこれは本当に完全に折りたたみなんでまあ折りたたみっていうか折るような感じなんでねもう本当にねすごくねあの便利ですまあねあの使い分けていこうとは思ってますがねあとねまあ電子レンジでもねこの車あの搭載したんですがなかなかね電子レンジってこういう風な あのこういう風なねあのカセットコンロで料理すると電子レンジの出番って、ね、なくなるんですよ、うん、で、まあ、こういう刺身もあるでしょ、うん、ただまあ,あの本当に釣りだけでねパッパッと行く時はね例えば、まあ、あの家に出る時にねあの近くのスーパーで安売りしてる弁当をね それを買い込んで、あのーまあ、車中泊でね、電子レンジでチンってしてね、あのー、釣りに集中するっていうのもね、いいかなと思ってまして、でね、ケルトボットの方がね、結構使います。例えば、車中泊して朝、えー、っと、ね、あのーまあ、コーヒー飲もうかなとか、えー、紅茶飲もうかなとか、まあ、そういう時はね、すごく便利なんですよ。あと、カップヌーラーメンとかね。うん。 そういういい時にはす、ね、すごく便利かと思いますいあとはね、あの一応、あの僕の車ね、この後ろも、あのなんていうのかな、こうサンシェード、ね、ぐるっとこうしてあるから、まあ、後ろ見えないんじゃないか、危ないんじゃないかって思う方、あの見えるかと思うんですが、あのデジタルミラーっていうのをね、あのこれ、つけてまして、で前も、あの2画面にもなるんですよ、前と後ろね。ね であと,、えっと、前だけ映、えー、すこともできるし、後ろでだけ映すこともできるんでねあの、だからしっかりね、デジタルミラーとかついてますんで、あの安全性には問題ないかと思います。はい、まあ、デジタルミラーがね、例えば壊れたら、後ろのこのサンシェードをね、剥がしちゃえばいいんで、はい、すごくねあの、便利にね、使ってます。 自動車屋さんにね、こう買ったね、あのまあ、ノーマルで買ったんですけど、この車ね、一、まあ、回ねあの、オイル交換がてらね、見てもらおうかなと思ってね、まあ、こんな風にちょっと仕上げましたと。うん、で、この車はねあの、ベッドキット積んでるんだけど、あの前にもね、ちょっと言ったかもしれないんだけど、このベッドキットって、あの革製のやつね、えーまあ、レーザー製っていうのかな。の ちょっと厚めでクッションが入ってるね、えー、やつがあります。でね、僕の方はパンチカーペットっていうね、あのーうんまあ、なんていうの、ご,まあ、ごつごつはしてないんだけど、あのー、なんて、クッション性がないやつ、えー、使用しますんで、まあ、その上にね、タイルカーペットを敷いて、でそれでもね、やっぱりタイルカーペットとか敷いても、ちょっとね、やっぱり寒いんですよ、ケツが。ね ケツがねものすごい寒くてあのー、やっぱりねこの500円マット引くともう保温性があるっていうかねもうめちゃめちゃいいんですよはいねでねこれはね今日なんかあんまり寒くないんでね出番ないんですけどはいこれもね岩谷のあのー、カセットストーブねこれもね買ったんで本当に寒い時はね例えばまあこの 今度ねあのー、カセットコンロ、えー、使うときも、ね、窓開けるんですがえっとまあ、このストーブ使うときも、ね、ちょっと車内を温める、えー、程度でね使うときは、ねえー、もちろん窓開けてね使うかと思っています。ね、まああとはどう,だろうこのねカセットコンロね、えー、見てくださいね小型なんですよ。これねあの金子洋子さんに、ねえー、いただきました。 ね、すごくねあの、ちっちゃくてねあの、重宝しております。ね、僕がね、持ってたねあの、カセットコンロはでかかったんですよ。そしたらね、洋子さんの方が、えー、っと、まあ、前にね、その、8ナンバーのねあの、まあ、キャンピング仕様みたいのね、えー、乗ってて、そこに、えー、組み込んでたね、あのコンロ。 えー、使うって言うから「いやもちろん使います」って言ってね、えー、小型でねすごく便利でね一応まああの物は置いとるんでまあ狭いですけどまあ1人でねこの中であの寝たりね煮炊きしたり、えー、するっていうのはねすごくねあの便利です、うん、でね今日ね鍋やろうと思ってたんですよはっきり言って。 あのチゲ鍋ねでねの日の晩に野菜切って冷蔵庫に入れておいたんですけどなんかねめんどくさくなっちゃって <laughs> ダメなんですけどね、うん、あのちょっとめんどくさくなっちゃって鍋もあるんですよアルミの鍋あの最後あの捨てれるようなね使い捨てみたいなね鍋も結構買ったんですよでねそれもあるんだけど 何、あのー、て言うんですかまあ結局面倒くさくなっちゃったんですよね僕ねはいそれでね、あのーまあ、今回は用意したんだけど、まあ、冷蔵庫にしまってねはいで豆腐も買ってこなかったとでねなぜか生卵だけは持ってきたこれ何でかっていうとあのー、朝ね起きたお腹空すいた時に、まあ、パンはねもし本当に お腹空すいたら裏にセブン‐イレブンがあるんでそこでパン買ってきて、あのーまあ、食べればいいんですけどあのベーコンとた目玉焼き、うん、卵2個持っていたんでねベーコンと卵焼きだけでも、ね、いいかなと思いまして、はい、それでねそ,のそれだけは持っていたんですよ、はいえー、でもね本当にねあのーまあ 視聴者の皆さんでね、あの皆さんじゃなくて、視聴者さんの,あのコメントです,ですね、僕、はあのここのとこ、えー、2、3回ね、あの旅行の方ね、の動画アップしてるんだけど、そのなんていうのかな、釣りやんないんですかって、ねあの、釣りやんないんですかって、まあ、そういうコメントをいただいたんですが、うーん山の方行って、例えば、 まあこの前ね栃木行ったんだけどそっから茨城に出てで茨城で釣って帰るとなると結構大変なんですよでまあ観光も今回あの,あの栃木行った時はねあの猿,猿山ロープウェイで猿山で宿泊施設もねあの横の橋渡ってで次の日ね日光の,あの華厳の滝 ねえー、あと東照宮ね行きましたよねうんでねまあそれやっててねで僕は下道で行ってるんで栃木までね家から150キロあるんですよ、えー、150キロっていうとね結構ありますからね、あのー、だって静岡まで行ったって167キロぐらいでしょあと10キロぐらい 10キロ、15キロ行ったらね、静岡行くのとね、変わんないぐらいの、えー、距離をね、下道で行ってるんで、意外にね、栃木って、その関東圏にあるんであの、近く感じるんだけど、あの千葉県の、まあ、僕、ワンオの方を進んでるんですけど、そっからね、下道で行こうと思うと、結構な時間ね、かかるんですよ。えーまあ、そういうことでねあの、まあ、釣りはできなかったんですけど、 まあそういうね、あのご要望があったんで、今回、えー、釣りと旅行のね、セットということで、えー、2泊3日の旅を、えー、まあ、観光しようということですね。はい。えー、またね、あのご視聴の方ね、よろしくお願いします。ね。えー、明日の朝、もしかしたら、まだね、釣るかもしれない。ね。ただね、あのー、今日は早く寝ます。ね。なんでかって言ったら、えー、っと、朝ね、 例えば港を使うあの仕事の人はね、あの船が入ってきたりしてねあの、車どけたりしないといけないじゃないですか。だから、何ていうのかなあの、うとうとしながらあの移動できる、ね、あの状態に、えー、しとこうかと思ってます。ねはいえー、じゃあね、えー、晩酌します。 はいえー、ではね、きょうは、ねまあ、ウイスキー持っていたんだけど、バリアルだけ2本飲みました、ね、もうお腹いっぱいです、でまあ、湯たんぽはね、えーっと、寝袋の中に入れて、で電気毛布はね、弱、えー、で寝ます、えーまあ、どうだろう、5時半から、えー、6時ぐらいにはね、えー、起きようと思ってますんで。 こちらの方でね、目覚まし、えー、かけてます。はい、ではね、皆さんおやすみなさい。まあ、これはね、いつも通りつけっぱなしで寝ます。じゃあおやすみなさい。あったかい、あったかい、助かるわ。よ、えー、しと。はあ。 おはようございます今ね、あのー、4時半です。でね、さっきちょっと外出たんですよ、3時半ごろに。そうしたら、あのー、めちゃめちゃ寒くてですね、まあ僕もね、出たって言っても、まあ、ジャージ1枚と、まあ、T シャツの中に着てて、ジャージ上下1枚ですよね。まあ、それで外出たら まあめちゃめちゃ寒くてですねでとりあえずこの湯たんぽ温めてここでねであの窓開けないといけないからストーブつけて、はい、今いますけどそんでもやっぱりね車内は寒いっすねうんで今ね電熱ジャケットを着たんですよ まだ寒いんでねやっぱりね朝は無理だわこらうんもうちょっとまあ日が出てきてね6時6時半なのかな今日が出るのがねはいその時にまたちょっと外の様子見ようかと思いますいやー寒い本当にねびっくりしましたねはいもう一回寝ますありがとうございます はい、えー、おはようございます。今ね、8時。まあ、夜中に起きたじゃないですか。めっちゃ寒くて、で、まあ、また湯たんぽ入れたらね、この、電熱ジャケットっていうのうん。まあ、着てね、またぐっすり、ちょっと初め寝れなかったんだけど、 またちょっとぐっすり寝れるようになってですね。はい。で、まあ起きたら7時、七時45分。で、なんだかんだやって、今、8時、八時です。はい。ほんで、今、ちょっとコーヒー飲んで、寒い。うわ寒い、寒い、寒い。めっちゃ寒いっすよ、マジで。風もね、結構強いんですよ。 えー、だから、まあ、余った餌をつけて、えー、投げていきたいと思います<え>向こうの方で反対側で、まあ、3組ぐらい釣ってんのかな、うん、まあまあ釣れんかったらそうそう撤退ですよね風も強いんでね見たと、ね、通り、はい、やっていきたいと思います